マナズル町コミュニティバスは神奈川県足柄下郡マナズル町のコミュニティバス。伊豆箱根バスに委託して運行されている。2008年に運行を開始した。当初は無料で10人乗りの車両を使用して平日のみ11便を運行年間約1万9000人が利用していた。2014年のマナズル町地域公共交通会議における公共交通網の見直しにより、 運行経路の一部重複する伊豆箱根バスの路線廃止とコミュニティバスへの統合が決定2016年10月1日から有料化された。有料化後は日のポンチョが使用されている。真ナズ駅、体育館駐車場入り口、随志田保育園前引く西の入りから橋の上から、細山入り口から、大猿山排水地前から、石名坂町営住宅岩から、 岩触れ合い館前引く岩地区集会所前引く岩海岸、朝倉委員前引く役場真鶴郵便局前引く町民センター小田原百貨店消防文書前引く情報センター真鶴駅真鶴駅,真鶴,駅真鶴郵便局前引く役場町民センター小田原百貨店情報センター釈迦堂前引く知り係入口からひなずる幼稚園から大花畑大浜口中川和正美術館 ありがとうございます。